このページは 2010FIFA ワールドカップ大陸間プレイオフの AFC 対 OFC 戦の結果をまとめたものである。アジア5次予選勝者であるバーレーン代表とオセアニア2次予選勝者であるニュージーランド代表が 2010FIFA ワールドカップ本戦の出場権1枠をめぐって争った。組み合わせ抽選は2009年6月2日に バハマのナッソウで行われた総会で行われた。ホームアウェイ方式で2009年10月10日と同年11月14日に行われた。2000合計で1から0としたニュージーランド代表が 1982FIFA フフワールドカップ以来の出場権を手にした。ニュージーランドは1986年以降はオーストラリア代表に敗れ、大陸間プレイオフへ進出できない状況が続いたが、 オーストラリア代表がアジアサッカー連盟に移動したため大陸間プレーオフに進出した。他方のバーレーン代表は前回大会でも大陸間プレーオフに進出しトリニダード・トバゴ代表と対戦したものの敗れ2大会連続の大陸間プレーオフ敗退となった。バーレーン V ニュージーランド審判ニュージーランド V バーレーン審判ニュージーランド代表は本戦でグループ F となり、 前回王者のイタリア代表、スロバキア代表、パラグアイ代表と同組となった。初戦のスロバキア代表戦を1-1の引き分けに持ち込んだほか、パラグアイ代表と0-0、イタリア代表とも1-1の引き分けに持ち込み、勝ち点3を獲得、グループステージ3位敗退となった。バーレーン代表は、AFC アジアカップ2011予選への出場権を獲得した。 その後本戦にも出場した。ありがとうございます。